ビッグアイランドカフェ、ここだ。へえ。アボロコ、オリジナルロコ、ガーリックシュリンプ、アヒポケ。よし行こう。食べたくない。いいよ。こんにちは。こんにちは。もうこれはちょっと高価だよ。あ、そうなんだ。なんだ、1杯700円。もうガンガン売れる。これ？うん。へえ。美味しいもん、全然違う。へえ。これが星野くん自身のカードなんだけど、うん、これはまあ全体像、うん、人生のね全体像みたいなカードなんだよね。だけど今ここかもしれない、ここかもしれない、いろんな自分の、ね、人生を作り上げる中でまだまだいろんな夢がいっぱいあるっていうカード、大きいこと成し遂げる人に出てくるカードでもあるの。すごい莫大なエネルギーのカードなんです。そして困難もね、逆にね、映し出してくれるカードでもあるので。なるほど、ね、いろんな困難もあるけど乗り越えていく人に出てくるカードなの。そうなの。なるんだ、うん、すごいパワーなんだよ。だけど家族はこれ家族のカードだけど、ある意味風の速さでしか物事は動かないから気をつけてっていうのと同時に、いろいろやってもいいけど後から脱ぐね、償えばいいよってカードでもある。で関係としてはタイミングで、そう、節目節目にもう本当に家族を大切にしてやりたいことやってもいいけど、っていうカードが出てる。でこれが創造なんで、カネのカード、全部一番嬉しいカードなんですけど、ゼロから1に立ち上げる莫大な男性のエネルギーなんです、これが。この最後の4枚目っていうのは何を、あ、これからの方向ってこと？そうです、そうです。これからの方向だって、生き生き輝いてないと自分が死んじゃうでしょ。足に巻き浮かんでる。そうなの。その石は何だっけ？石は大ゼロチャクラの石が、自分の守護神として出てきてるんだけど、これは 足元にあるチャクラなのね。チャクラっていうのはエネルギーなの、なんで自分の土台を大切にして取り巻く幸せにっていうのをカレン自分でやりたい。ありがとう、なんかすごい。今神経衰弱のようにやってますが、香港店の売り上げをまとめてます。スペック S 本日の1本、エイサーの 3D グラス、スイッチがありまして、こちらで 3D になります。昔のような青と赤のグラスじゃないんですね、最近ね。これなんだろうな、わかんないですけどね、センサーかな。結構かっこいいんですよ、何気に。メガネの上からもできます、はい、デザインとしてなかなかかっこいいなと思ってます、これ、はい、3D グラス。